つなぐ九州中央道。飛ばした種が大和町に届いて、今回こんな風に矢部小学校の皆さんとつながることができて嬉しかったです。矢部小学校のことを知って矢部小学校とつながることができて嬉しかったです。ひまわりを大切に育ててほしいです。ひまわりが育ったら それを写真を撮って大和小学校に送りたいです。僕は新しくできる高速に乗って福岡県に行きたいです。